今回は円津波活動彫刻美術館で現在開催中の展覧会、開館30周年記念展円津波活動我が人生の見どころを伺います。松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでは尾道市出身の彫刻家円津波活動さんの作品を見ることができるんですよね。はい、円津波活動は三木町出身の彫刻家です。文化勲章を受章しており、尾道市名誉市民、広島県名誉県民にもなっています。彫刻家で文化勲章を受章しているのは実は10人ほどしかいません。そのうちの一人が円津波活動です。美術館はいつ頃建てられて、どんな作品がこちらでは見ることができるんでしょうか。はい、円津波活動彫刻美術館は円津波活動の功績をたたえて平成5年に建てられました。今年でちょうど30年となります。代表的な木彫の作品だけでなく、ブロンズや石膏の彫刻まで様々な作品を鑑賞することができます。いつも展示している作品の数はだいたい60点ほどなのですが、美術館には実は2600点近くの収蔵品があるんです。年に4回展示会をして皆様に作品をご紹介しています。また美術館の周辺は広い公園になっていますよね。はい、美術館周辺は円津波記念公園として憩いの場になっています。公園の中にも7体のブロンズ像があり、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は銀世界といった四季折々の風景とともに野外彫刻を楽しめます。そして館内では現在開館30周年記念展円津波活動我が人生が行われています。ご紹介ください。はい、円津波活動は出身地である三木町を16歳で離れ、京都の武士のところへ修行に行きます。そして23歳で上京し、日本美術学校へ行く傍ら帝展へ出品し、25歳で初入選を果たします。その後日展などの公募展を主軸に活躍し、多摩美術大学の教授を務めるなど後進の育成にも尽力しました。1988年には文化勲章を受章し、2003年に97歳で亡くなっています。今回の展覧会では積み重ね積み重ね積み重ねた上にもまた積み重ねを座右の銘として彫刻人生を歩んだ円津波活動の生涯を著書我が人生をもとに改めて振り返る展覧会となっています。どういった作品や資料が展示されているんでしょうか。はい、展覧会は初期の途上期、人物像の多かった貴重期、さまざまな素材やテーマに取り組んだ展開期、新章期、そして晩年の円熟期と順番に展示をしています。京都へ修行に行くその受け入れの手紙資料や修行・学校時代のデッサン、そして戦後新章作品へと変化していく過程の木や鉄、銅板を組み合わせた作品や陶器の作品、そして90歳の時に制作された晩年の最後の作品を展示しています。記念切手にもなった作品や公募展で特選に選ばれた作品など見応えのある作品が並んでいます。円津波活動の初期から晩年までの作品を一度に見られる展覧会なんですね。さらに会期中イベントもあると伺っています。広島交響楽団が4年ぶりに美術館で演奏されるとか。はい、そうなんです。10月7日土曜日の夜7時より広島交響楽団によるアンサンブルコンサートが開催されます。今年は弦楽四重奏で、会場は美術館のエントランスです。料金は前売り一般1500円、高校生以下1000円、当日は一般1700円、高校生以下はそのまま1000円となっています。前売り券取扱い、お問い合わせは円津波活動彫刻美術館までお願いいたします。夜の美術館を楽しみにお越しください。また記念講演会もあるんですよね。はい、開館30周年を記念して10月22日日曜日11時より、講師に彫刻家の重岡健二さんをお招きして
講演会を開催します。重岡さんは円坪活蔵のお弟子さんで現在も活躍されている彫刻家です。内弟子時代のお話やエピソードをお話しいただきます。入館料が必要となりますが貴重な機会となりますのでぜひお聞きください。展覧会はいつまで開催されるんでしょうか。入館料やお問い合わせ先と合わせて教えてください。会期は12月10日日曜日まで、休館日は月曜日です。開館時間は9時から夕方5時までとなっており、入館は夕方4時半までです。入館料は大人420円、高校生310円、中学生以下と70歳以上の方は年齢が確認できるものをご提示により無料です。広報の道8月号に招待券が載っていますので、ぜひご活用ください。お問い合わせは円坪活蔵彫刻美術館、電話番号0848-76-2888までお願いいたします。それでは松本さん、最後に一言お願いします。はい、尾道市内には多くの円坪活蔵の野外彫刻があり、女神像、女性像でご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思います。ですが円坪活蔵はまだ人の手がけていない未知のものに挑戦してみたいと、自由にさまざまな素材で作品を制作した作家でもあります。今回の展覧会を見られた方はきっと自分の好きな作品が見つかるのではないでしょうか。ぜひこの機会に美術館へお越しください。今回は円坪活蔵彫刻美術館開館30周年記念展、円坪活蔵我が人生について伺いました。松本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。